それは俺のもんだ。ネイト、なんで来たの？ナイフを返せ。奴らに見つかるわよ。おとなしく渡してくれ。ナイフはどこかって聞かれたらどうするの？ごまかせんだろ、いつもみたいに。やめて。その代わりにお願い、あの獣を倒して。またあいつらかよ。ちょっとどうするの？後ろにいろ。銃を捨てろ、捨てろ、近寄るな。クソが、やはり貴様はこの手で殺しておくべきだったか。二度と同じ過ちは犯さんぞ。下がって。おう、引き金を引いてみろ。死ぬのはお前だ。さあ、シャングリラへ案内してもらおうか。おととい来やがれ。歴史は学んだかな、ドレイク君。本ぐらい読んでる。チンギス・ハン、ヒトラー、スターリン、ポル・ポト、全員が偉大な男だ。なぜああなれたかわかるか？聞いてやるから話せ。凡人にはできないこともする気概が彼らにはあった。同情など敵だ、情けに殺されるのだ。さあ、まだこの私を試すつもりか。銃を捨てろ。うるせえ。向こうへ蹴れ。そう、これが私の気概。君の気概を見せてもらおう。私たちを殺しても無駄よ。こいつは価値がある。だが君は、手を出したら何も話さないぞ。つまりお互いに手詰まりか。私が手駒を増やしたらどうだ。女を連れてこい。おお、ちょっと触らないで。こいつは学習してもらうための、こいつは協力してもらうための女だ。どうする？バカバカしい、こんな手に乗っちゃダメ。案内が必要なら二人を逃がして。貴様と交渉するつもりはない。どっちを犠牲にして、どっちを助ける。こいつか、こいつを守るか、それともこっちか。分かったよ、クソったれ。大げさな芝居しやがって。言う通りにしてやるよ。ピリピリすんなって。ゴマすり野郎、ライターを貸せ。なんだこれは。知りませんよ。向こうへ行けるよう何とかしろ。そいつも連れて行け。今回は役に立つかもしれん。いいか、ドレイク君、妙な気は起こすなよ。
こいつら一体なんだ。マジか。カカシだ。侵入者を脅かすための番人だ。そうか、マジでビビらせやがって。ラザレビッチ、言う通りにした。二人を離せ。また交渉か。だが最後の切り札もなくなっただろ。お前もここまでみたいだな。いやいやいや、まだだ。こいつにはシャングリラを見てもらう。私に取られたと悔やみつつ死んでもらおう。もう開けろ。さて、お前は長いこと私の目の上のタンコブだった。膝をつけ。おっとっとっと、お待ちを。約束は。裏切り者は許さん。なるほど。実際どこに石があるか知ってて俺は用なしってわけですか。どうも。膝をつけ。攻撃してきたぞ。何事だ。助けを。守れ。撃て、バカどもだ。何なんだ。ゴマ逃げて。すぐ上だ。客がいたみたいね。どうか無事に帰れますように。だな。何か使えるものがないか探せ。ねえ、彼らには無駄だったみたいだけど。ありがとう。うん、まあラザルビッチはもう町へと向かったから、入り口へ戻る道さえ見つければ楽に帰れるでしょ。あ、いや、クロエ、チンターマニ席に向かうぞ。え、ラザルビッチを止めなきゃ。具体的にどうやって止めるつもりかしら。奴より先に石を見つけて砕く。あらあらあら、まさか魔法の力なんてもの信じてるわけ。この状況で信じられるものはなんだ。オーケー、じゃあ教えてあげる。あのラザレビッチって親父は妄想してる。お告げか何かを信じてて、石ころが人を無敵に変えると思ってる。不死身に言って。こうしてシャングリラに立ってるのよ。何があっても全然おかしくない。ちょっとやそっとの銃弾じゃ奴ら死ななかった。ここには絶対に何かある。だからこそ逃げられる時に逃げるのよ。奴らに好き勝手はさせられない。それに世界を救えるかも。ああ、嘘。いい、お嬢さん、世界は気にしてないの。下手に首を突っ込めばその首を失うだけ。お前もラザレビッチを倒したいって言った。そうよ、誰よりもあいつにギャフンと言わせたい。でも結末は違う。見て、これが結末なの。違う、俺たちは違う。戦おう、一緒に。どうかしてるけど、しょうがないから世界救ってあげる。チンターマニ石、ラザルビッチより先に見つけたわ。なんて綺麗。そうね、輝いてる。さあ、ぶち砕いてさっさと帰りましょう。ああ、待て。何かが違う。どういうこと。マルコポーロの勘違いだ。サファイアじゃない、琥珀だ。
琥珀？ああ、そう、松ヤニの化石だ。うん、木の樹脂だよ。ちょっと待てよ。何なの？まさかマジか。ちょっとネイト、自分勝手でやんなる。同感。なぜ気づかなかった？何よ。実際は石じゃなくて